最近ですね、あの男子織田君、織田信成君が割とスケート以外のバラエティとか出てますよね。あれどう思います？どう思うか。いや、あの僕も何回か一緒になったりしてて、そうだな。テレビに出演して、はい、フィギュアの魅力をこう伝えて、うん、面白く伝えていってくれるのは、うん、すごくいいと思いますけど。うん、ちょっと泣きすぎかな。涙もろいですよね。彼すごく優しいので、うん、それは伝わってきます、はい、うん、ただやっぱもうちょっと我慢したらって思う時はありますか？私の予想だと、あの徳光さんか西田敏行さんポジション狙ってるじゃないですか。そんなところ狙ってるの高いね。これもいいですか？